アンヌ・シャルロット・ドロレーヌは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性。ルミルモン女子修道院院長。宮廷での通称は、ブリオンヌビメ。ギーズ家の一員で王室主名頭を務めた、ブリオンヌハクルイシャルルと、その三番目の妻ルイーズ・ドロワンの間の、第三子、次女。1768年に、姉ジョゼフィーヌが嫁いだ後、母ブリオンヌ夫人は、 アンヌ・シャルロットに良縁を授けようと奔走した。1770年、当時の王太子がマリー・アントワネットと結婚すると、王太子妃がギーズ家の本家ロレーヌ家の出身であることから、夫人はその縁を利用しようと画策した。アンヌ・シャルロットは、母の策略により、王太子夫妻の成婚記念の舞踏会で、特別待遇を受ける許可を得た。特別待遇とは、国王の直系王族、 ついで冒険王族が踊った後、同廃校の公爵夫人の前に最初のメヌエットを踊るというものであった。これはヘッチケット違反であり、宮廷の皇位貴族たちの反発を買った。公爵夫人たちは舞踏会への参加を大幅に遅らせる抗議行動を行い、舞踏会後もこの件に関する同廃校からの抗議の主意書が国王に提出された。 ブリオンネプ人の宮廷での格索は失敗したものの、その後も、マリー・アントワネットの母、マリア・テレジア皇后の恩講を利用して、アンヌ・シャルロットに有利な結婚相手を探した。夫人は当時フランス軍に在籍していた、プファルツツ・バイブリュッケン公使マックス・ヨーゼフに狙いをつけたが、この演談は1775年までに不成立に終わった。同年、アンヌ・シャルロットは、 結婚を諦め、ルミルモン修道院の補佐修道院長に就任、1782年度修道院長に昇格した。しかし修道院を初めて訪れたのは1784年のことで、その後も数回しか顔を出さず、1786年に亡くなった。ありがとうございます。